皆さんおはようございます。おはようございま す、前回ですね、バス釣りまさかの、坊主でドラゴン坊主でドラゴン坊主でいつでも坊主さん前回のその終わりのトーク未公開集の、はい、最後に告知してたんですけども、詐欺釣りそうドーンって終わったんで予定ってなっちゃう、揃えてきましたよ。そうなんですよ、サビキ釣りセット。さっきから声ばっかり取っておりますが、はいはい、今日の運転もこの人で、はい、アニです。どうもあんま寝てねえからテンション高いぞ昨日現場が大変だったそう、まあ今日はもう夏近いし、うん、そうですね、初心者でも釣れる率が高いサビキ釣り。そうそう、初心者は初心者なんで最初バス行ってバカじゃないかお前、散々言われましたから。でサビキだったら釣れるんじゃないですかっていうお話をいっぱいいただいたので、そうそうそう、やってみようと。そうですね、で今回向かう場所なんですけども、はい、東京でございます。東京です、はい、東京湾でございます、はい、今回は、若洲っていうの、若洲だと思う、若洲海浜公園。そう、あれですよ、お台場エリアですか。そうなんですよ、有明とか。これからあれですよ、オリンピックとかやるようなところですよね。そうそうそう、向かい側がお台場っていうので、はいはいはい、そこで、投げ釣りとサビキをやってみようかなと、はい、そうなんです、思っておりますね。はい、やりたいと思います。今日は梅雨の合間ですけども、はい、せっかく晴れたんで、はい、頑張っていきましょう。はい、ごめんごめんごめん、よいしょよいしょさあさあでも東京都内だからね、めちゃめちゃ近いよ。そうだね、東京湾は自分も初めてですね、釣りは。東京湾、東京湾、噂の東京湾。そう、くせえくせえで有名な東京湾ですけどもそんなこと言わないでよあれ、三宅坂ジャンクションを神田橋箱崎方面に向かって進みます。 Google マップになった途端に片言だからね三宅坂ジャンクション向かいます誰なんお前不便だね、カーナビないっつうのはね。これ台車なんですよね。そうだね、じゃあ後ろからドーンってやられたからあの俗に言う掘られた、掘られたってやつですね。それで今台車、うん、もうトーク未公開集では弟さんが墓穴掘ってましたけども、絶対もうこういうもあるんですね。これをね、墓穴と言います。今度は兄さんがケツ掘られた、はい、ケツ掘られた、はい、思い切られましたね。まあね、お互い怪我なかったからよかったけど、あいや、弟さんは大怪我してた気がする今日そんな弟さんはですね、遅刻でございます。あ、そうなんですよ、遅刻でございます。運気だっていう風に伝えておいたのに、そう、あのバカ、そう、あれ昼からだよね、違うよ、朝からだよどこだ。東京です広すぎるけど東京住んでますからのどこってやるね、どこなんだけどね。江東区か、一応深川とか木場、あー川がでかくなってきたよね。これ海じゃないんだよ、川、川じゃない、川か。でも表示がレインボーブリッジが出てる、見てください、ほら皆さん、東京ドームです。東京ドームドームになってねえっすよ、ね、あ、皆さんほら、皆さんほら、ここに橋見えますね、レインボーブリッジです。絶対電車走るやつやん、これ。どうぞ行きますよこれ電車だよ皆さん、東京です。東京都庁じゃねえ六本木ヒルズです。ほっせ、やっぱほっせんだこの世界、ほっせえな。ありました、見てくださいよ、あそこに立ってるじゃないですか、塔が、すごいの。あー、立ってます、あ、エッフェル塔です。あと6分、でもほんと多分ここまっすぐ行っちゃえばっていう、うん、
到着ですか、うん、ほら、おーおー、うわー、ここじゃない、おこれじゃない、これお来ましたね、あすかすかじゃない、着きましたね、平日の朝、いいね、いいね、到着したよ、はい、到着、東京湾だよ、はい、到着、東京湾着いたよ、はい、というわけで、なんだっけ、どこだっけ、若洲海浜越えです、あ、そうそう、そこに着きました、若洲海浜越えに到着しました、ね、移動だけで暑くて疲れるって、いや、まあね、さっき暑い、暑い、暑い、すごいね、すごいね、いろんなもんが入ったんですね、そうなんですよ、オッケー、今日は僕の竿ですよ、巨大な竿です、磯竿で、これは血ぬずりの時に使ってた、そうそうそう、巨大4メーター竿、はい、これでまずやってみたいのと、新しいリールを買ってきましょう、そうですね、はい、P ライン、はい、スポーツライン、 Yes! P ライン、 P ライン、で、これと、あとこれはあの友達のお店で買ってきた、500円の竿です、もう適当な竿です、竿です、今ね、シャキンって音が入ってます、ね、この500円竿で、うん、今日は釣れるかどうか、そうですね、サビキを楽しみつつ、じゃあ兄さん1投目お願いします、フレーザールアーで、イエス、ナイスショット、いいっすね、来るかな、来るかな、今日こそは、ほら、うん、兄さんが変なもん取りました、うわー、なんかでも、うん、なんかちっちゃい虫とかいっぱいいるし、うわブニブニ、はい、ぽいアニさん、とりあえず釣りましたね、一発目、うんこ磯目を買いまして、あー、磯目店に難しいんですね、さあ、じゃあ鈴をつけたまま、よし、このまま置いといての鈴鳴り待ちですね、で、僕たちは鈴待ちですね、鈴待ちですね、鈴待ちです、はい、鈴待ちで、鈴待ちです、鈴待ちです、来ねえあいつ、やっぱサビキもやってるんですけどね、うん、だから投げ釣り置いといてのサビキングを、回遊してくんねえかな、魚くんたち、そろそろね、なんか時間的にもさ、巡ってくる時もありそう、今日絶妙にあったかすぎない、そうなんですよスポンジボブだよ全然脈絡ないけど全く関係ないのかよ、朝来たらこれだな、スポンジボブだな、ビビった、朝来たらスポンジボブだ、ビビった、朝スポンジボブはビビったね、弟さんでも来たらね、賑やかしでね、アクションアクションアクションはい、来ませんまた後ほどですね、はい、終わりました、頑張るぞ、兄さん、ついに釣りましたね、やりました、今回は毒魚ではなくハゼ、ハゼかわいいな、でも坊主回避ですよ、やりました、ね、じゃあ、あん中入れときましょうよ、あ、元気じゃん、元気じゃん、ほら、1個ちゃんと、さあ、兄さん、おちゃんと、1匹目、ゼーハーです、やった、でも兄さん、ドラゴンボーズ回避ですよ、よかったよ、よかったじゃないですか、あれ、ね、でもさ、うん、何の引きもねハゼっつったら置いといたら釣れる魚ですからね、ええでもこれでいるっていうのが分かりましたね、まあ一応ね、いや、よかったです、ハゼは釣れました、ボーズ回避よかったです、じゃあとりあえずさあ、じゃあ行ってもらいましょう、夢の彼方へ、さあ行こう、兄さん、えほら、あそこに東京ドームあります、東京ドームいっぺんやんなあ、ミーゴさん、ピラミッドですあ、風車こんな近くで見た、
初めて風力発電系だよね。だよね。すげえ止まってっけどね。うん、すごいな。もう連携ロボットなんでしょあいつ夜中動いてんだよ。